紀伊長島町は、かつて、三重県北室郡にあった町、三重県南部に位置し、東紀州地域に含まれていた。2005年10月11日、宮間町と合併して、紀北町が発足し、自治体としての紀伊長島町は廃止された。合併特例法で定められた地域自治区制度を導入して、紀北町紀伊長島区が設置されたが、2016年3月31日に、 地域自治区は廃止された。世界遺産に登録されている熊野古道がある。毎年7月には海のねぶたと呼ばれる巨大灯籠と花火の祭典灯籠祭が開催される。旧市街地である魚町機構は温暖であり、降水量が多かった。港の浦湾と江の浦大橋黒潮の恩恵を受けており、熊野灘における漁業が盛んだった。熊野灘レクリエーション都市開発を進めており、 観光立町を目指していた。三重県立大瀬高校長島校舎木永島駅、木永島町における電気供給は1915年に始まり、以後1927年にかけて北室電機という電力会社が担当していた。同社は松阪に本社を置く会社ながら、小規模な内燃力発電所を町内の三居に置き長島町を中心に供給した。 その後の再編を経て、1951年以降、キー長島町域は中部電力の供給区域に属した。かつて、キー長島町には以下の映画館があった。1960年の北室郡には八館の映画館があった。長島神社1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。